か。私の中でちょっと伝えたいような思いをこうギュッと詰めた曲がありますので、その曲を一曲歌いたいなと思います。最強の味方っていう曲なんですけど、なんかなんやろ、こうね、なんかいろんな辛い思いとかしないと、その 痛みも分かれへんし、楽しいこといっぱいしないと、その楽しさがどれだけ楽しいことかも多分分かれへんし、でもそうやって自分で経験することで、自分自身の心が自分自身の味方になってくれるんじゃないかなと思って、そんなことを書きました。一枚に最強の味方という曲を聴いてください。どうしてそんなに悲しい顔してるの？誰が君を苦しめたの？大人は口先ばかり尖っているからさ、すぐ君を傷つけてくるんだよ。そして